カミル・ストッフ、カミル・ウィクター・ストッフは、ポーランドザコパネ出身のスキージャンプ選手である。アズズ・ザコパネに所属する。9歳で、スキージャンプを始め、12歳の時に、ポーランド最大のザコパネ・クロキエフ・シャンツェで120メートルを飛んだ。2003年のノルディックスキージュニア世界選手権では、団体6位、個人26位、翌く2004年のジュニア世界選手権では、 団体で銀メダルを獲得、個人では16位となった。2004年1月24日に地元ザコパネで行われたラージヒルでスキージャンプワールドカップにデビューし49位となった。2005年2月11日にはワールドカップで初めてポイントを獲得、直後の2005年ノルディックスキー世界選手権代表に抜擢され団体ノーマルヒル6位。 個人ラージヒル37位、団体ラージヒル9位に終わった。ジュニア世界選手権では、団体で2大会連続の銀メダル、個人では8位となった。2006年トリノオリンピックでは、ノーマルヒル16位、ラージヒル26位、団体5位。2007年ノルディックスキー世界選手権、札幌大会では、ラージヒル13位、ノーマルヒル11位、団体では5位となった。 2007年のスキージャンプサマーグランプリ、10月3日のオーベルストドルフで初勝利、12月26日にはポーランド選手権、ラージヒルで初優勝した。2009年のルディックスキー世界選手権では、ノーマルヒルで4位入賞、ラージヒルは24位だったものの団体は4位となった。2010年バンクーバーオリンピックでは、ノーマルヒル27位、ラージヒル14位、 団体6位に終わった。2010年のサマーシーズン、ストッフは絶好調だった。コンチネンタルカップでは、出場7試合で6勝、2位1回とほぼ無敵で、総合優勝を達成、FIS サマーグランプリでは3勝を挙げて、伊藤大輝に次ぐ総合2位となった。2010年8月8日に結婚。2010、11シーズン、地元ザコパネで、 スキージャンプワールドカップ初勝利を挙げるなど、経営3勝を挙げ、総合10位となり、このシーズン限りで引退するアダム・マリシュの後継者に名乗りを挙げた。2011、12シーズンは2勝を挙げて、自己最高の総合5位となった。2012、13シーズンは、シーズン序盤やや不調だったが次第に調子をあげ、二千十三年、ノルディックスキー世界選手権では、 ラージヒル個人で金メダルを獲得。マチェイ、コット、ピオトルジは、ダビド・クバッキと組んだ、ラージヒル団体でも、銅メダルを獲得した。シーズン総合では、自己最高となる3位になった。2013、14シーズンは開幕戦で37位に、終わるなど、序盤部長だったが12月中旬の、キティゼノイ・シュタットとエイングルベルクで4戦連続。 表彰台と調子を上げ、オリンピック直前のビリンゲンの試合でに連勝して、ワールドカップランキング首位に上がった。優勝候補の一人として臨んだ2014年、ソチオリンピックにおいては、ノーマルヒルの1本目は HS に迫る105.5メートル。2本目にも、この開催長の103.5メートルを飛び、2位のペテル、プレブツに13ポイント差をつける圧倒的な強さを見せつけて、 金メダルを獲得した。ラージヒルも1本目で、葛西の明と並ぶ139.0メートルを飛び、ジャッジポイントの差で、トップに立つと、2回目は132.5メートルを飛んで、葛西との金メダル争いを1.3ポイント差で制し、マッチに1カ年、シモンアマンに続く史上3人目の個人種目2冠を達成している。オリンピック後も好調を維持し、ペテル・プレブツ、 ゼベリン・フロイントラの追撃を振り切って、ポーランド勢では、アダム・マリシュ以来のワールドカップ総合優勝を達成した。2016、17シーズンは4連勝を含む7勝を挙げるが、8勝のステファン・クラフトに次ぐ総合2位となった。2017、18シーズンは、ワールドカップの7戦目まで勝利がなかったが、8戦目からのスキージャンプ週間では、 スベムハンナバルト以来16年ぶり2人目の4連勝でジャンプ週間の2連覇を達成した。新設されたビリンゲン5でも参戦で1勝を挙げて総合優勝を果たした。ピョンチャンオリンピックではビルゲルルートマッチ日課年以来3人目となる冬季、オリンピックスキージャンプラージヒル個人の2連覇を達成した。ワールドカップでは2戦を残して2度目の総合優勝を 決めた。史上6人目の通算30勝も達成した。2018、19シーズンは、中盤から総合2位につけ、世界選手権では、個人ノーマルヒルで、銀メダルを獲得した。世界選手権後のワールドカップ個人、第23戦オスロ大会で13位に終わったことで、総合連覇の可能性が消え、その後クラフトにもかわされ、総合3位でシーズンを終えた。 2019-20シーズンは3勝を挙げるが、クラフトなどに及ばず、総合5位であった。2020-21シーズンは、スキージャンプ週間で2位、4位、優勝2回の成績で3回目の総合優勝を果たした。その直後に、マリッシュに並ぶ通算39勝目を挙げ、ワールドカップでは3勝、2位4回、3位1回を加え、総合3位で終えたが、 最終戦のプラニッツァで3戦中2戦連続で2回目に進めないなどやや取りこぼしが目立った。フライング世界選手権プラニッツァ大会及び世界選手権オーベルストドルフ大会では団体3位のメンバーとなった。ありがとうございます。